はい、どうも、ひみつけ社会が無償集発注でございます。まあ、今回のまた一口話の話題ってことでね、ま1月の26日時点でですね、第2回のクラシック登録が締め切られましたってことでなんですよね。まあ、ということで、この第2回クラシック登録、あの、出資場ジオセントリックがちゃんとダービーに登録していたということでね、まあ、10月の29日、天覧競馬の日に新馬勝ち。 まあそこでね骨折が判明して全治9ヶ月という診断で見舞い金をいただいた馬です。ただ、その9ヶ月という診断が下りた当初からもまあうまくいけば早めに復帰したいねみたいな話は出ていたわけなんですね。まあ、なので、6ヶ月から9ヶ月の間での復帰というのはあるのかなみたいなことを思っていたんですけれども、まあ、そんなコメント通おり、まあ、そして、手術しないで保存療法でいけると。 ということになったんで、なおのことね、まあ、回復は早いんじゃないかっていうのに、あのその当時り順調な回復を見せ、トレッドミルでのキャンターから、まあ、そろそろ乗り運動再開に向けてみたいなコメントも出てきて、まあ、それこそ予定通りの回復を見せております。まあ、じゃあね、ね例えばってことで言うと、まあ、1月26日時点の第2回クラシック登録、ここでね、ダービーへの登録が残ってたんですね。 まあ6ヶ月経過直後のプリンシパルステークスで権利を取らないと、うん、まあ権利取っても、ね、ノーザンファームのローテの組み方じゃなかなか出るとは言ってこない気はするけれども、まあ、少なくともプリンシパルステークスあたり、まあ、優先出走権を確保しないと、まあ、ダービーへの出走はできないんで、まあ、ダービー直行で、ね、一戦一勝のままダービーあの出走できるほど、ね、フルゲートの数多くないですから。まあ そんな中で、まあ、トライアル使うとすれば、プリンシパルステークスかな、なんていうふうに思っています。まあ、というのも、えっ、ー、と、青葉賞は 4,、えー、と4月の27日、6ヶ月経ってないんで、多分だけれども、見舞金の返納額が増えるんですね。まあ、ってことで、3万円の登録料で済むとはいえ、まあ、間に合う可能性がなかったら、まあね、一口当たり高、高かだか75円とはいえ、 うん、まあ、そこの出費を、まあ、最大利益って考えたときに、可能性ゼロのことにね、あの、1円たりとも使うことっていうのは、やっぱり、よろしくないですからね。まあ、出資者への裏切り行為。って考えたら、可能性がなければ登録しないわけですよ。まあ、実際、えっ、ー、と、ジオセントリックのリストのすぐ上にいるね、あ,ーあの、喫科省だけ登録してるのは、未出走場未出走でも、 今からね、えーと、すぐ新馬買って、まあ、連戦でね、プリンシパルステークス使えば間に合うんでね、4月ぐらいまでにデビューできるようであれば、まあ、ダービー間に合う可能性が理論上存在してるんですよね。まあ、でも、喫科書しか登録していないみたいなことを考えたときに、まあ、例えばね、可能性って時点では、まあ、この馬も本来は診断書でもう9ヶ月ってもらってる時点で、9ヶ月満了の時点ではもうダービー終わってるんですよ。 なんだったら、トライアル使わなきゃいけないことを考えたら、あの5月頭には復帰できないと、ダービーに出られる可能性って皆無なわけですね。まあ、なのに、えー、とダービーへの登録があるってことは、一流の望みってやつはまだ残ってるんじゃないか、少なくとも1月末時点ではまだ望みが残っていて、まあ、そしてなおかつ、まあ、そこからまだね順調に来ているようだというところなんですね。 まというか、そこで金を思い返せばね、まあ、レガレイラ、ノーザンファームは、ン馬をダービーに出そうとしている。まあ、キム鉄がね、まあ、距離適正の関係で、輸送も含めて考えると、桜花賞よりサツキ賞を使いたいっていうね、ホープフルステークスカチューマ、それは理解できます。まあ、でも、そっから、オークスじゃなくてダービーも検討しますよ、みたいなことを公式に言ってしまうっていうのは、 まあ基本的にはね、農ン系のクラブとしては、ダービーを自分のとこの牧場の馬が勝てれば、シュボバ価値ってやつがね、高まるんで、それを自ら阻害する、その可能性を自ら阻害するってことは、まあなかなかありえないこと。ってことは、農ンファームの少なくとも今、ダービーを目指して普通に出走できているボバの中に、大物、シュボバ候補がいない。じゃあ、 あんだけ生産してて、どこに守護バー候補がいるんだ、故障してる、怪我してる馬じゃないのかってことは、この馬が、ダービー登録してるぞ、9ヶ月の見舞い金もらって、休養中のはずのこの馬が、ダービーの、時でも休養中のはずのこの馬がダービー登録しているぞってことになるわけですね。もともとね、骨折が判明する前は新馬戦勝った後、京成敗から皐月賞っていうね、まあ、このジオセントリックと同じ手塚級舎の一個上の、まあ、 ソウルオリエンスと同じローテの予定だったこの馬が、さつき商馬と同じローテの予定だったこの馬が今年のダービーは候補、最有力なんじゃないか。まだまだ望みは捨てずに済みそうだと。いうようなことをね。まあ、クラシック登録されてるで。ダービー登録されてるでって話を見たときには、まあ、当然のように考えたわけですね。一口出資者としては、第2回クラシック登録、登録料3万円。 一口当たり75円で、こんだけの妄想ができればね、まあ、十分、あのこの妄想だけであの元取れるぐらいにはハッピーになれたんで、まあ、本番出てこなかったとしてもですけれども、まあ、順調にね、回復しているようで何よりでございます。以上、ハッチでした。